宇宙人狼アマングアス。最初に1分ほどのゲーム説明を入れてますので、本編から見たい方は1分ちょい飛ばしてください。これは宇宙を舞台にした人狼ゲームです。プレイヤーは船員村人役であるクルーメイトと偽物人狼役であるインポスターに分かれます。クルー側はインポスターに殺されないよう警戒しながら、それぞれに課せられたタスクをこなしていきます。インポスターはタスクを進めにくくするために停電などの妨害工作を仕掛けながら、こっそりクルーメイトを殺害していきます。マップにはインポスターにしか使えない通気口ベントがあって、インポスターはマップ内をショートカット移動できたりします。クルーメイトが死体を発見したり議論ボタンを押すと議論開始。この時だけボイスチャットをつないで議論をします。そこで怪しい人を見つけて宇宙船から追放するという流れになっています。クルーメイト側は全てのタスクをこなすか、全てのインポスターを追放できれば勝ち。インポスター側は自分たちと同じ数までクルーメイトを減らすことができれば勝ち。人狼ゲームと同じです。それではゲームの方をどうぞ。お願いいたします。お願いします。はい、お願いします。よいしょー、これ大丈夫か。もしかしてってならね、これ大丈夫か。もう一回言ってねえ。とりあえずリアクターでも、お、なんかとうとう閉じていく。ちょっと、殺す。よし、魔王殺すで、ナイス。はい、見つけちゃいました。はい、これなんです、これは。はい、これは俺じゃない。いやー、エレキで死んで、エレクトリカルで死んでましたね。なるほど。サンブさん、奥ですか、配電盤の前あたりですか、どっち。配電、奥の方かな、奥の方で、はい、ザムさんが死んでましたね。あ、はい、ちなみに、マオさんの最終、我こそは最後に見たぞ、みたいなとか、ね。見てないな。見てないですけど、僕、開幕ウェポンでナビゲーションって言って、で、ナビゲーションから、今、アドミンに戻ってったんですよ、ウェポンって、また同じ道通って。で、そこに、死体はなかったんで、右上以外で死んでると思います。右上以外死んでる。右上以外。で、そこでレプチンさんとすれ違ったんで、僕、下側行ったんで、左の方なんかな、じゃあ。左ですかね。僕は、ここレモンさんはどういう行動、僕はウェポンズの方行って、そこでレプチンさんとちょっとすれ違って、でもそれはもう最後の話なんで、最初の方は分かんないです。あ、最初はアドミンにいて、でそのままこうカフェテリア上がってって、でナビゲーションの方行って、助けやったんですね。はい。もしそれが本当だったら、その間には死んでないんで、ここレモンさん白いかな。もしそれが本当だったら。そうですね。で、なんかカメラ動いてたんで、誰か見てたんじゃないですか。私見てました。あ、そうです。なんか怪しい動きとか、あった？なんか発見できた？いや、特にかな。セキュリティにいたんじゃ、ずっと。セキュリティにいた、その辺はずっと一人で？うん、私ずっと一人でキャメラ見てた。キャメラ。フルコンが閉じ込められて、フルコンとチクノボさんがドアを隔てて異端を見てたりとか。あ、ストレージのところだよね。そうそうそう。あ、チクいたんや。あ、そうかそうか。あ、そうそう。ストレージで、あの下側いて、コミュニケーションタスクやった後、ストレージ行って、ストレージ閉じ込められて、あ、いたらストレージの上行って、アドミンに行ったところで、報告やったかな。メルクマさんがこのタイミングでセルフするメリットもないですから。まあ、ないですよね、全く。もう普通に見つけちゃいましたね。ちょっと、マオ君の死体の位置がわかんない。とりあえずね、投票はしようね。投票はしようね。もう一回じゃあ押しましょうか。はい、わかりました。はい。
俺はともかく砂さんもしっかり隠滅できてんじゃん。俺は下意味使ってないからね、もう隠蔽できてる左の方じゃないかなっていう。ちょっとリアクターの方向かっとこうか。そうなるんや。コミュニケーションの方をサボタージュしていく。なるほどね。まあこれは普通にやるか。これむずいんよね。まあ終わってる。うまいな。やり方が、やり方がうまいね。おろすか。ここで押さないの怪しいよな。使っとくわ。はい。はい、はい、はい、はい。ちょっとコミュニケーション治るのが遅かったっていうのが難かった、難かったあれ。コミュニケーション難かった。あ、私最初行きましたよコミュニケーション、はい。特に誰かが意図的に遅らせようとしてたみたいなのではなかったっていう。あ、個別ですよねあれだって。あれ個別。あ、そうなんですか。ですよ。え、一人が直せばやから。あ、そうか。そう、遅らすことはできないかな。で、あの最初に行ってたんで確かにベルクラさんでステッチがいて。その後僕が行ったかな、はい、僕リアクターかなと思って左に走ってたら、あれって肩すかしやった。ここれもここれもさんと2人でちょっとドキドキしながら。あ、そうね、緊急タスク行った行かないはぶっちゃけそこまで、まあ、まあそうですね、関係ないですね、自分でやって自分で行けますからね。今のはまあ特に何もないし、ね、さっきの話の振り返りですけど、ベルクラさんその死体を、エレクトリカルさん見つけたって言いましたけど、はいはい、その前とかの行動とかはどう、はいはい、ストレージでなんかね塞がれててドアがで、はいはい、いけないいけないってなって、やっと開いて、で左にバーっていってロアエンジンの方でタスクこなして、もう一回戻って、でエレクトリカルの方に行ったら、奥の方で死体見つけたっていう。あ、ベルグラさんもストレージに一緒に閉じ込められてたんですね。その閉じ込められてました。はい、どういうストレージにはどっから入ったって知ってますか。ストレージですか。うん、ストレージに入ったのはコミュニケーション、あれ僕コミュニケーションからストレージ入って閉じ込められたんですよね。閉じ込められてましたね、私も。あれベルクラさんはフルコンさんを 見かけたんですか。お互い見かけてないです。見かけてないですね。僕もベルクラさん見かけてなくて、だからなんか不違いはあるかなと思ったんですけど、私もフルコンさん見かけてないですね。でもただベルクラさんがセルフでやる意味がない。まあないし、まあ全然あのタイミングでやる意味ないですね。気づかれない方がいいね。私がもしインポスターだったら、誰かが来たんだったら分かるんですけどね。あ、やっぱり古川さん来たら、やっぱりレポートしなきゃみたいな、レポートしようみたいなったら分かりますけど、まあ僕普通にただ見つけてるだけなんで、僕上側向かってたんでね、なんかすれ違ったんでしょうね、かもしれないですね。そのためさんはで一応、フルコンさんの言ってることはもっともで、ストレージの上から上がってきたる、来てるやつをカフェテリアで私、フルコンさん見たので、割と合ってるかなと思います。ただ、ベルクラさんが見かけなかったな、はいはい。そうですね、見てはない。あと15秒です。うん。結構きついな、はい。きついけど、ちょっと、もっと証拠が欲しいな、もうちょっと。ちょっと、フルコンさんとじゃ合流する前あたりを次に話しますかね。うん。一旦ミュートにします。はい。はい。はい。うまいね、レフさん。ステルスを見抜かれてる。ステルスを見抜かれている。もう押せないからな。いいのか。ちょっと怖いな。僕も押せないから、あの別にもうタスクやりに行く感じで。はい。はい。あれ？どこのタイミングで死んでた？え？ここでもさん。
あれ、あ、砂ザメさんだ。うん、私多分リアクターの方行ってましたよ。え、いや、ちょっと待ってください。今のココレモンさんが死んだ件をちょっと一旦置いといてもらって、あのさっきのザムさんが死んだ後の砂ザメさんの話が聞きたくて、カフェテリアが、カフェテリアからしたいときにストレージから上がってくるフロコンさんを見たって言ってたんですけど、カフェテリアはどういう経緯で行ったんですか？カフェテリア、アドミン、ストレージ、カフェテリアにどう入ったのかっていうのがちょっと気になって、ストレージから多分上に行ったのかな。いや、それだとフルコンさんと被るはずなんですけど、あ、フルコンさん結構前です。で、私ストレージに行ってから、アドミンしばらく見たんですよ。はい、アドミンしばらく見てて、でその後にカフェテリア行ってからまたストレージ行ったので、多分アドミン見て、アドミンに入っている、ところをファンキーが見てるはず。確か光ってたんで。いや見てないんですよね。あの、俺開幕、ナビゲーション行ってからあのアドミン行って、っていう動きをしたんで、そのためさん一回も会ってないんで、多分左側の方に行ったんじゃないかなと思うんですよ。右下の方にはフルコンさんがいたって話なんで。確かにストレージに、そうか、エレクトリカルで殺して、ベント入ってメッドベイ出て、で上からカフェテリア行って、したいってフルコンさんに会ったんじゃないですか。あれ、レプチンさんってどういう行動したんでしたっけ？本当に私とすれ違わないツールでした？はい、僕はあの開幕ウェポンナビゲーション、でそこから、もう一回ウェポン、カフェテリア戻ってアドミン行きました。なるほど。アドミン行って、でそこで私とすれ違ってるはずですよね。でもいや、すれ違ってないです。私も実際すれ違ってないですよね、レプチンさんと。コレモンさんとはすれ違いました。で開幕ウェポンに行ってるチックさんは見ました。はい、その後は見てないです。すれ違いましたね。なるほど。どうなんだろう。でも実際私レプチンさんとすれ違ってないんですよね。そう、すれ違ってないですから、僕は言うと怪しいなっていう。かといって私が今レプチンさんを真っ黒に塗るかって言われると、多分まあたまたまカフェテリア広いからすれ違ったんだろうなぐらいな感じにしか正直思ってなくて、さらにチックさんも、あのココレモンさんの今の件で砂ザメさんが怪しいって、なんか言おうとしてましたよね。なんかコミュニケーションでココさんと砂ザメさん見たんですけど、はいはい、部屋で、で私そのままロアエンジンの方行ったんで、怪しいけどな。わからねえ。どうなんだろう。さ、最後に一票入ってない。しゃあないな今のは。でもなんかもう怪しまれてたから、どさくさでなんとか1キルやってくれたんかもしれない。これきついな。おお。うん。タスクをやるましょう。ちょっとこれだけやって。これやばいかな。ちょっと場所的にはやばいところでやっちゃった感じはするけど、まあでもいい具合にやってくれてるな。ちょっと待って。いや、これこれやばい。え、でも待って、今4人になって試合が終わってないってことは、砂亀さんは人狼だ、連れてた。そうね、連れてた、連れてた。それで僕の証言がその砂亀さんを黒ってあれ言ってたんで、これで僕の証言は証明できたんじゃないかなと思います。砂亀怪しくないって疑って、ライン切りって可能性もゼロではないですけど、まあまあ、そこのあの勢いで身内切りなかなかないですよね、確かに。ファンキーはどこで見つけた？セキュリティの横にあったの僕目撃して、押そうとしたらファンキーさんが押しましたね。 その通り。わしがセキュリティの左側の廊下で見つけて、ですぐ押して、押す手前にチクノボさんが、ロアから上がってきたのは確認しています。
で、ファンキーさんがアッパーエンジンから降りてきてって感じですよね。うん、そうです。そうですよね。うんセキュリティの左の通路にあったんですね。うん、そうです。でも、うん、多分ファンキーさんが殺してるんじゃないかなっていうのは、僕は停電になった後、僕、メッドベイにいたんですけど、フルコンさんとファンキーさんもいたと思うんですよ。停電出て、ああ、そうそう、いたいたいた。うん、はい。で、僕、その後、停電、結構長いタスクだったんで、それを終わらした後に、うん、僕はボタン押すだけやったんで、すぐ行ったんですよ。で、ガストレージ行って、うん、で、エレクトリカル、停電が治った後に、でも一応エレクトリカル見に行ったら、はい、チクさんが出てきたんですよ。はい、僕が停電解除しましたね。で、確かその中にフルコンさんもいたと思うんですよ。僕しましたよ。で、閉じ込められて、レプチンさんとドアの前でやってましたよね。はい、うん、これ、僕、レプチンさんに入れます。え、なんで？これはさすがに、あれよ。え、なんで俺なんですか？で、はい、これ筑の子さんに提案したいんですけど、僕はレプチンフルコンでローラーしたいです。どこの何分の話ができてる？完全にやってないのに、はい、めっちゃまずわしがリポートして、はい、どこどこで死んでましたっていう情報が一番胃の一番にいるはずやのに、レプチンさんが仕切り出して話を遅延させたのと、それをフルコンも止めなかったので、いや、あのレプチンさんは僕、レプチンさんに入れます。僕はファンキーさんに入れます。さすがにファンキーさんじゃなかった。嘘やろ。いや、嘘じゃないよ。本当大丈夫それ？この流れは嘘じゃないよ。え、これチクノボ来てない。これは勝った。うん。うん、勝ったわ。勝った。うん。イエーイ。うわ、マジかー。やったー。最後何やってるんですか。スナさんナイス。最後何やってるんすか。 なんで負けたんすか俺。もうガチでしょ。勝ち数が勝ち数しかなかったでしょ。確かに辛かったわ。いや、でもココレモンさんのキルはもう完全に最後の置き土産だったんですよ。多分やんね、あとやと思った。うん、じゃないともう確実にボタンを押されたら釣られるって思っちゃったんで、ね、せめて1キル稼がないとって言ってココレモンさん殺して。なるほど、ね、うん、いや、でもタスクの入れ方も、緊急タスクの入れ方もめっちゃうまかったから、うん、めっちゃ助かった。ファンキーさんがいいタイミングで見つけちゃったっていうのがちょっとあれだった。なるほどですね。フルコンさんはあれですか、ダクト、ベンド使ったんですか。いや、使ってないです。でも結構前にキルして、で、本当にエレクトリカルもやりに行ってて、ちょっと時間経ってたんですよね。なんで、なるほどね。微妙に時間がずれたんで、いい感じに。そうそう。なんでさっきチェックした押しに来なかったんですか、緊急タスク。押せるかなと思ったんです。緊急ボタン。フルコンさんがいつまで経っても上を押さない。これはメルトダウンで終わりだから。ね、いや、でもまああれ、チクがこっち来てたら来てたで、その後、あの辺のドア閉じられて終わるから。そうそう、どの道あそこで釣れなかった時点でもう結構積みなる、ね、そうね、うん、確かに確かに。そうねえ、もうレプチンさんの次の砂溜さんのアリバイ行かせてくださいってのもすげえ嫌だったもん。あれね、これもうごまかせないと思ったから、うまくストレスしてたのにね。なるほど。いや、本当その通り、エレクトリカルと殺してメドベイから出てきたんで、もうあやべえ、あれドンピシャだった、すごかった。おー、嬉しい。私メドベイからも出られなくって、ファンキーがずっとセキュリティでカメラ見てるから、うん、もうメドベイからも脱出できなくって、そりゃ怖いね。もう出てきたらね、もう即場ね。